業界初、触れずに変える。姿勢矯正トレーナーのレグルスです。痩せたいけど、なかなかうまくいかない。という悩みを抱えている方は多いと思います。ダイエットを試してみたけど、効果が感じられない。リバウンドしてしまう。食事制限をして、ジムに行って運動をしているのになかなか痩せない。痩せるためには、食事と運動も大切ですが、姿勢の重要性は見逃せません。痩せない方の共通点は、骨盤が開きすぎており、骨盤が後傾で体の重心がずれてしまっています。しかし骨盤矯正などで骨盤を締めてもらったり、骨盤ベルトなどで外側から締めるだけでは意味がありません。自分で骨盤が閉じた体に戻すことが必要です。そのためには体の重心を股関節に戻し、腸腰筋と骨盤を正しく動かしていくことで、骨盤が自然と閉じている状態に変化していきます。今回は毎日3分やっていただきたい体操と普段の歩き方をお伝えしますので、最後までご視聴していただきたいと思います。普段の座り方、立ち方と歩き方の詳細についてはこちらの動画を、体の痛みや不調についてはこちらの動画を、足痩せ、鎖骨についてはこちらの動画をご覧ください。これはレグルスの姿勢矯正システムの受講者の方の数ヶ月の変化ですが、骨盤が前傾で股関節重心のまま、腸腰筋と背骨を正しく動かしていくことで、上体が起こせるようになっていき、体の痛み不調を解決しながら自然と痩せていきます。体の痛み不調を解決しながら自然と痩せていくというのがポイントです。それでは毎日できる体操をお伝えしていきます。水が入った500のペットボトル、概要欄に貼っている推奨しているバランスボード、そして椅子を用意してください。まずはペットボトルを使った体操をお伝えします。椅子に座って足と膝を一拳開けた姿勢を作ってください。上体を少し前傾にして、ペットボトルを足の間に入れて、挟んで開く、挟んで開くを10回やってみます。ペットボトルを押しつぶすように閉じて、しっかり開いてください。足と膝を一拳開けて、少し前傾になった状態で、挟んで開く。体操が終わって立ってみると、内転筋を少し使った感覚と、骨盤が締まった感覚が少しわかると思います。次はバランスボードに乗っていきます。壁などを正面にした状態で乗っていきます。乗り方の注意点は、つま先はまっすぐで、間は一拳程度開けてください。そして均等な位置に乗ってください。膝を曲げて、上半身を倒して、顔は少し上げます。両人差し指を壁につけた状態で乗っていきます。まずは30秒乗ってください。手が離せそうな方はゆっくり手を離してみてください。股関節に重心がないと、このようにボードが震えてしまいます。まずは毎日30秒乗ってみてください。バランスボードから降りて立ってみると、股関節の感覚が少し芽生えると思います。次は腸腰筋と背骨を動かしていきます。椅子に座って足と膝を一拳開けた姿勢を作り、両手を振って手が重いのを感じてください。手を振りながら上半身を倒していくと、手が軽くなる位置があると思います。これが股関節に重心がある姿勢です。この姿勢をキープした状態で、手を後ろに置いて、背骨を丸めて、反るを10回やっていきます。注意点は丸まらずに、倒れるだけにならないこと。骨盤がこのように動かないようにお願いします。
足と膝を一拳開けて、手が軽くなる位置を見つけて、丸める、反る。丸める、反るを10回やっていきます。10回終わったら、先ほどの姿勢になり、左足に体重を乗せて、膝が開かないように、左にねじっていきます。ここで丸める反るを10回やっていきます。注意点は膝が開かないこと、骨盤が動かないようにお願いします。10回終わったら先ほどの姿勢になり、次は右足に体重を乗せて右にねじっていきます。ここで丸める反るをまた10回やっていきます。椅子の体操が終わって立ってみると、首や肩付近が少し軽い感覚が芽生えると思います。まずは10回ずつ継続してみてください。最後に今日からやってほしい歩き方を説明します。つま先はまっすぐで、間は一拳開けて、膝を曲げて少し上半身を倒します。この姿勢になると股関節に重心が来るので楽に歩けるようになります。最初は違和感しかないと思いますが、これが股関節に重心がある人間本来の姿勢です。今はこの姿勢ですが、腸腰筋と背骨を動かしていくことで、上体が少しずつ起こせるようになっていきます。つま先まっすぐで間は一拳、両膝が内側に入るような感覚で歩いてください。少し膝を曲げて、上半身を倒して顔は下げずに上げます。これで歩いていきます。つま先はまっすぐで、間は一拳。両膝が内側に入るように歩いてください。皆さんお疲れ様でした。まずはこの体操と歩き方を1ヶ月継続してみてください。少しずつ骨盤が締まっていきます。確実に最短で体の痛み不調をなくして自然と痩せたいと思った方は、レグルスの姿勢矯正システムを受講することをお勧めします。1日10分の正しい体操があなたを変えます。次回からも皆さんにとって有益な動画を投稿していきますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをしてもらえれば嬉しいです。この動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいね、質問などをしてもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。